呼びしてもよろしいでしょうか。私はどちらかと言いますとメイドが本職なのです。ですのでその呼び方の方が言い慣れてまして。よろしいですか。あなたの優しさに感謝します。精一杯ご奉仕させていただきます。はじめまして、団長さんですよね。お役に立てるかはわからないけど精一杯頑張ります。甘い誘惑、心を引きつける、それが私イベリスの花言葉なんです。大好きな人を誘惑したい、心を引きつけたい、実力があるんでしょうね。緊張？してないわよ、してないから。ほら、もう行くわよ。デンドロビウムと甘い誘惑、心を引きつける、それが私イベリスの花言葉なんです。大好きな人を誘惑したい、心を引きつけたい、それで構ってほしい。私の頭の中はそれでいっぱいなんです。そのこと以外は全部無頓着なんですよ。仕事も平等に正々堂々と真っ向から行くわ。団長さん、これからよろしく頼むわよ。周りにいたフラワーナイトさんたちにも
必ず誘惑してみせますから覚悟しててくださいね。